皆さんこんにちは。山形県米沢市立東部小学校の板垣花江と申します。これより本校の研究若手教員とベテラン教員の共同による校内 OJT モデルの開発についてこのような流れで説明いたします。まずは本校の今年度の教職員年齢分布をご覧ください。二十八年度になると二十歳以下の教職員がさらに増えることが予想されています。 本校には毎年2名の新規採用教員が配属され教員の急速な若返りが進んでおります学,学習指導力や生徒指導力などで学級単位の差が大きいということが課題となってきました若手教員への系統的組織的な OJT の育成システムの構築による資質向上が望まれる中で本校の研究課題を若手教員と ベテラン教員の共同による校内 OJT モデルの開発と設定しパナソニック教育財団の特別研究助成の指定を受けて昨年度より2か年計画で研究に取り組んでおりますこの研究テーマに迫るためのアクションを3つ設定いたしました。はののししこれ全教職員の共通理解の下 学習指導部を中心に、東部省として揃えたい当たり前の項目を細かに定めたものです。さらに、教師欲を高める土台として、児童生活部と歩体安全部を中心にして、生徒指導、歩体安全指導などについての内容を盛り込んだ東ックを作成することにしました。学校全体での統一した指導を土台とした上で、 次に ICT 活用を含んだ授業研究会ミニ授業研究会を実施しベテランと若手が日々の授業づくりを検討し授業を見せ合い授業について語り合う場を設定することで授業力向上を目指しましたさらにどの学校においても推進可能である校内 OJT モデルの開発をし普及していくためにリーフレットにまとめることにしました。 ベテラン教員が若手教員に授業技術のノウハウを伝える若手塾ベテラン教員を丸一日シャドーイングしながら授業技術や学級経営などについて学ぶ校内地留学を教務部の計画によって推進し日々の教育活動の中で意図的計画的組織的かつ持続可能な研修による東部省の OJT を確立し研究実践していくこととしました。 3つのアクションに対するこれまでの取り組みの成果として1つ目のアクションでは学年主任の先生方やが若手に最低限できてほしいことや若手に伝えたいことの観点で指導項目を厳選し学校で統一した学習規律の項目を設定し指導に当たりましたそれにより肘をピンと伸ばして手を上げる子どもたち非常を整理して 学習に集中する子どもたちの姿がどの学級でも見られるようになりました2つ目のアクションではベテランの先生も若手の先生も学習規律の徹底と実物投影機を中心にした ICT 活用の両輪で普段の授業を改善していくというスタンスで昨年度は延べ43回の授業を公開いたしました。授業公開後には ベテランと若手を組み合わせたグループを作って活発な意見交流を行いましたそれにより授業作りや授業作りを見る視点について若手教員が学びました三つ目のアクションとしては月二回の計画で若手塾を実施しました時間の捻出法や特別支援教育など多岐にわたるテーマで若手が学びましたまた校内地留学では 日ごろなかなか見ることができない生徒指導の現場を生で見ることで即明日からの自分の指導に生かすことができましたさらに米沢市内の教頭会や教務主任部会の先生方に本校の校内見を参観していただき校内 OJT モデルの啓蒙普及に努めております今後の課題と取り組み計画は一つ目のアクションでは教師側と児童側で 1> 学期1回のアンケートを実施し教師の主観にやらない評価基準のもと共同をさらに推進していく必要があります2つ目のアクションでは教科部や学年部内で教科書読会による教材研究をして今後3回の公開校内研を実施し授業力の向上子どもたちの学力向上に努めていきます。3つ目のアクションでは 東部区の項目検討を学期機会を行いさらに精度の高いものにし校内 OJT の中で活用していきたいと思っていますまたどの学校でも同様の校内 OJT が推進されていく仕組みを明確にしていきます今後も本校全教職員がチーム東部省として若手とベテランがともに育つ校内 OJT モデルを確立し 十一月二十日の折にご提示できればと考えておりますぜひ多くの方々に来ていただき本校研究に対してのご意見を頂戴できればと思っておりますこれで本校の研究発表を終わりますご清聴ありがとうございました